皆様こんにちは、本日は第15回西有紀音楽教室パイプオルガン発表会にお越しいただきましてありがとうございます。私が当音楽教室の主催西有紀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。昨年に引き続きまたこちらの横浜みなとみらいホールで発表会を開催させていただくことができて大変嬉しく思っております。さて今回は、7歳から70代までの方、初心者の方からベテランの方にご参加いただいております。皆さんこの発表会に向けて一生懸命に練習をしてきました。また、当教室の方ではないけれどもオルガンに興味があって挑戦してみたい方を募集いたしましたところ、4名の方にご参加いただいております。そしてですね今回は、TBK 猫の額ほどワイド様にご協力いただきまして第3部には猫の手も借りたい水曜ブルー白又敦さんが出演してくださいます。どうぞ最後までお楽しみください。今日は出演者の皆さんが貴重なそして素晴らしい経験を積む場として、ご来場の皆様もぜひ温かい拍手で応援のほどよろしくお願いいたします。それでは第15回西有紀音楽教室パイプオルガン発表会を始めさせていただきます。プログラム1番、伊毛純子さん。クレプス作曲、コラール前奏曲、イエスよ私の喜び。家族の介護のため、コラールばかり弾いて癒されております。バッハの愛弟子のクレプス作曲のコラールを弾きます。
プログラム2番、斉藤美奈子さん。バッハ作曲、トッカータ2短調 BWV565。パイプオルガンの発表会は初めてで、また発表会は遥か昔の子供の頃以来で、感覚も覚えていませんが、暑い中ですので涼しく感じられるような心地よい音色をお届けできるよう、私自身も楽しみながら頑張りたいと思います。
ログラム3番岡安栄一さん。バッハ作曲 G 線上のアリア。昨年の6月からパイプオルガンを習い始め、今日みなとみらい大ホールで演奏することができるのも西勇気先生のご指導のおかげです。プログラム4番前島智子さん。バッハ作曲プレリュード補短調 BWV555。 プレリュードは一見優しそうに見えて実は難しいということを知り迷いましたが、手足の動きに気をつけながら最後までゆっくり弾くという西先生のアドバイスを守ります。丁寧に演奏、きれいに演奏できるように頑張りたいです。
プログラム5番、須田忍さん。エルガー作曲、行進曲、威風堂々、第1番。みなとみらいホールのルーシーとの出会いから早6年、西先生に出会って、発表会は4回目になります。いつも的確なアドバイスをいただき、レッスンが楽しみです。私事ですが、5月に父が他界しました。忙しくて、レッスンや練習ができず事態を考えましたが、父が生前、やめないで続けるようにと言われていたのを思い出し、7月からレッスンを再開しました。この8月は新房になります。ひょっとしたらこの会場に見に来てくれているかもしれません。亡き父に聞かせるように弾きたいと思います。プログラム6番、布原京子さん。
カッチーニ作曲、アベマリア。みなとみらいホールのイベントで初めてルーシーを弾いたのがちょうど1年前の8月でした。とても難しくて少しでも上手になりたいと思い、西先生のレッスンを受け始めました。今日はルーシーとの時間を楽しんで弾きたいと思います。プログラム7番、伊藤真理子さん。バッハ作曲、プレリュードとフーガ、都庁長、BWV-557。還暦を過ぎて
できないことが増える中、挑戦中の足鍵盤、頭と手と足がバラバラになって悪戦苦闘の時も、西先生が一つ一つ丁寧に教えてくださり、なんとか形になってきました。先生に感謝の思いを込め、自分らしく演奏したいと思います。
プログラム8番須藤青人さん。ショパン作曲英雄ポロネーズオーパス53。今年で3回目のパイプオルガンの発表会です。眠い時でも頑張って練習しました。西先生にはたくさん教えていただき、今日は先生に頑張っている姿を見てほしいです。全力で演奏します。プログラム9番山内敦子さん。バッハ作曲プレリュードとフーガ異端調 BWV559。 ルーシーを弾くのは今年で3回目になります。発表会近くになると練習する生徒ですが、いつも先生が温かく見守ってくださり、楽しさを教えてくださいます。緊張しますが楽しみたいと思います。
プログラム10番、酒井香織さん。バッハ作曲、トッカータ2短調 BWV565。 今回初めて参加いたします。私は西先生とは大学の同級生なのですが、このみなとみらい大ホールは私たちの入学式を行った思い出のホールです。懐かしいこの大ホールで草原なパイプオルガンを弾けることにとても感動し、そしてとても緊張しております。練習期間が短く荒削りではございますが、精一杯かっこよく弾きます。プログラム11番、池山由紀子さん。メンデレスゾーン作曲、前奏曲とフーガ、破短調、オーパス37-1。昨年の4月、
埼玉県所沢市の音楽ホールミューズのパイプオルガンスクールでオルガンを習い始めました。オルガンの奥深さ、面白さに魅了されています。みなとみらいホールのオルガンは光が由来のルーシーという名前で親しまれているとのことで、弾ける機会をずっと楽しみにしておりました。聴いてくださっている方々の心に光が差すような演奏がいつかできたらいいなと思います。
プログラム12番堀内陽子さん。1曲目、バッハ作曲コラール前奏曲、王人よ汝の大いなる罪を暴け、罪を嘆け、 BWV622。 2曲目、バッハ作曲我が魂は主をあがめ、マニフィカトによるフーガ、 BWV733。所沢ミューズのオルガンスクールに参加して、生まれて初めてパイプオルガンに触り、1年4ヶ月、足鍵盤に悪戦苦闘しながらも楽しくレッスンを続けています。今日は西先生の発表会にお邪魔させていただけることになり、本当にありがとうございます。
プログラム13番、石塚冬樹さん。レーガー作曲、序奏とパッサカリア。所沢から来ました石塚冬樹と申します。初めてルーシーを弾く機会をいただき大変嬉しく思います。60の手習いでオルガンを始め、この3月に所沢ミューズオルガンスクールを修了しました。演奏する曲はレーガーの序奏とパッサカリアです。序奏はルーシーが出さる最強音フルオルガンで始まり、続くパッサカリアは最弱音から始まり、変奏を繰り返すごとに音色を変えつつ音量を増し、最後は再びフルオルガンで終わります。数あるオルガン曲の中でも最もダイナミックな曲の一つと思います。ルーシーのさまざまな表情を表現できればと思います。Thank you.
プログラム14番、菊池よしみさん。ビエルヌ作曲オルガン構想曲第2番、オーパス20第1楽章アレグロ。ビエルヌはフランスの作曲家で盲目のオルガニストです。ノートルダム寺院のオルガニストを務め、オルガン演奏会での即興演奏中に倒れて亡くなりました。ノートルダム寺院は2019年に火災に遭いましたが、今年の年末に一般公開を再開するそうです。遠い地に思いを馳せながら演奏したいです。
マの演奏をもちまして第1部の演奏がすべて終了いたしました。本日の発表会は TVK 猫の額ほどワイド8月7日水曜日に放送を予定しております。ぜひご覧ください。それでは第1部に出演されました皆様にご登場いただきます。それでは演奏者の皆様と先生方をご紹介いたします。伊毛純子さん、斉藤美奈子さん、岡安英一さん、前島智子さん、須田忍さん、宇原京子さん、伊藤真理子さん、須藤青人さん、山内敦子さん、酒井香織さん、池山由紀子さん、堀内陽子さん、石塚冬樹さん、菊池芳美さん。第一部オルガンのアシスタントをしてくださいました相沢理恵先生。西有紀音楽教室主催西有紀先生。それでは第一部アシスタントをしていただきました相沢理恵先生へ第1部の出演者を代表して須藤青人さんより感謝の気持ちを込めて花束を贈呈させていただきたいと思います。これをもちまして第1部を終了いたします。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。